下肢の原因で肘が引っかかるという感覚がわからない。これわかんないですよね。答えを感じてもらいたい。これは。じゃあ練習しに来てもらうのが一番ですね。セミナーで練習しに来てもらうのが一番ですけど、なんて言ったらいいんですかね。牽引しますよね。牽引したときに、まず足首から膝、股関節、天井関節、で、脊柱まで行ったら、頸椎に行くんですけど、頸椎と胸椎の間に、手っていう空間があるんですよ。手っていう空間があって、で、その手が全部こう引っ張り込まれてから、今度、細かく言うと、首が牽引されていくっていう風な、筋膜の順番があって、でその感じが、やっぱり、独特というか、答えがあるんですね。なので、牽引したときに、当然足から、膝、股関節、天井関節、で、腰椎、脊柱、胸椎ってなってて、で、今度は頸椎なんですけど、頸椎の間に手があって、で、手が全部牽引されてから、頸椎っていう風な感じで、順番としては覚えていただくと、わかるかなっていう。わかるかどうかはちょっと練習しに来てもらうといいかなと思います。まあ、インストラクターとかもね、見える先生もいるので、まあ、先生に聞いてみてもいいかなと思います。